トレーナーさん、偶然ですね。トレーナーさんも買い物帰りですか？ええ、妹に似合うアクセサリーを探しに。けれど既製品となるとあの子に見合うものはそうは見つかりませんね。本日の収穫はゼロです。ええ、がっかりしましたが、トレーナーさんに会えたので少しは気分も良くなりました。良ければ、学園まで一緒に帰りませんか？ああ、腹が。助けてくれ。どうかしましたか？苦しい。ああ、悪いな。腹が痛くて。すまない。そこの扉の近くまででいい。連れて行ってもらえれば大丈夫だ。トレーナーさん。ああ、ここでいいよ。ありがとう。ああ、いたった。いや、ただの飲みすぎだよ。少し休めば治るから。ほら、お連れさんが待ってるぞ。その方も慣れた場所のようですし、心配のしすぎも逆に気を使わせてしまうでしょう。帰りましょう、トレーナーさん。トレーナーさんはあの頃と変わらずお優しいのですね。私に席を譲ってくださった時と同じ。あなたは先ほどの男性を助けながらも後ろで待っていた私を気にかけられて、安全とは言えない場所でしたから何もないように何度も振り返って警戒心がないわけではないのに、それでもあなたは優しくあろうとする。普通のことですか？ええ、そうですね。きっとあなたはあなたの正しさを裏切れはしないのでしょう。言葉のままです。それ、実直で誠実、あなたが生まれ持ったものでしょうか。心から眩しく思います。そしてそれは決して悪意などで失われてはいけないものだと。
寮の目の前ですよ。失われてはならないものほど壊れやすいのです。そして無垢なものほど染まりやすく、匂いもつきやすい。そうなってしまっては見るに堪えない。心が痛むでしょう。